こんにちは。ラブリータウン生駒の時間です。この番組は毎月1日と15日に更新してホットな話題をお届けしている生駒市の広報番組です。今回は生駒市の平成26年度予算のポイントや施策について山下市長にお話を伺います。市長、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は一足先に今月20日にオープンするベルテラス生駒に来ていますが、開放感ありますね。そうですね、ありがとうございます。ここはですね、あの生駒駅の北側にございまして、地上5階建ての複合ビルとなっております。で、1階が食品スーパーで、3階がカフェやレストランで、4階が医療モール、そしてここ5階がですね、図書室と、こういうふうになっております。何か他に特徴はあるんでしょうか。そうですね、3階にですね、まあ、大きな広場、ベルステージと呼んでますけれども、それを設けまして、で、市民の皆さんにですね、いろんなイベントをやっていただけるようにしております。で、またですね、県内でですね、最大の壁面緑化ですね、こう壁にいろんなその植物を植えたり、また LED 照明とか太陽光パネルを設置してですね、環境や景観に配慮した、そういう建物になっています。なるほど。あと、このカフェスペースが素敵ですよね。そうなんです。ここがですね、まあ、売りなんですけれども、実はここは図書室の一角なんですけれどもね、屋外でですね、コーヒーを飲みながら、この前の生駒山を見ながらですね、本が読めると、こういうことになってまして、非常に開放的な空間になっています。コーヒーを飲みながら本を読める図書室って珍しいですよね。そうですね、最近、まあ、割と書店なんかでね、そういう書店増えてますけど、そのアイデアを取り入れて図書室でもそういう気軽にね、くつろぎながら、まあ、本を読んでもらおうと、まあ、そういう狙いです。まあ、それ以外にもですね、インターネットで、自宅から本を予約してここでその受け取るだけとか、あるいはここ駅前ですからね、通勤通学の行き帰りに利用しやすいように、火曜から金曜まではですね、夜8時までやってるんですね。それから、まあ、駅前ですので、お子様連れのお母さんなんかがですね、買い物に来たりすることもありますから、子供さんでもですね、乳幼児連れでも気軽に本が読めるように、プレイロットとか乳児室とか、そういったものも設けています。本当に今までにない図書室ですね。そうですね、はい、ありがとうございます。それでは予算の話に移らせていただきます。まず新年度に向けての意気込みをお願いします。1月 の、 市長選挙でですね、3選目を果たさせていただきまして、まずは市民の皆様にお礼を申し上げたいと思います。これもですね、2期8年間関西一魅力的な住宅都市を目指しまして、さまざまな取り組みをしてきたことをですね、評価していただいたのかなと思っております。ただこれもすべて市民の皆様のご理解ご協力があってのことだと思っておりますので、本当にこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。2期8年の取り組みちょっと簡単に振り返ってみますと、平成25年度にですね、東洋経済新報社が実施した住みよさランキングという調査で、生駒市はですね、全国790の市と区の中でですね、住みよさが全国30位で、関西でもですね、5位ということで、大変高い評価をいただきました。で、また同じ会社がやってます安心安全な街ランキングというのもあるんですけれども、ここでもですね、都市型自治体でトップという位置づけをいただいたところでございます。こうやってですね、客観的な調査でもですね、高い評価いただいてますので、3期目もですね、公約をきっちり達成してですね、引き続き市民の皆さんの期待に応えていきたいと思います。で、具体的な予算の話なんですけれども、今年はですね、将来の本市の発展に必要となるさまざまな施策に対してかなり積極的な予算を組みまして、一般会計が362億8500万、昨年度と比べまして 6.3% 予算が増加をしております。これは20年ぶりの大型予算ということでございまして、一般会計と特別会計も合わせますとですね、705億427万円となっております。毎年のことですけれども、年々社会保障費が増加してますので、その増加に対応しつつもですね、子育て支援や教育、環境の分野等を中心にですね、
充実した予算を組んだものと考えています。まさに積極的な予算になっているんですね。そうですね。ただ生駒市の人口は年々増加していますが、税収も増加しているんでしょうか。そうですね。昨年度と比べまして、5億円 3.1% 増えています。人口が増え続けている町ってすごいですよね。それだけ魅力的な町ということですよね。さて、平成26年度予算で特に力を入れているところはどんなところでしょうか。子育て支援の関係で言いますと、子どもさんがですね、病気で入院した時の医療費をですね、今小学校卒業まで無料なんですけれども、それを中学校卒業までに拡大します。それからですね、保育所になかなか入れない、いわゆる待機児童ですね、これを減らすために保育所の定員をですね、さらに100名増やします。それとちょうどこの生駒駅の北側の反対、南側なんですけれども、子育て支援センターというものをですね、今年度中に開設したいと思っています。それからですね、生駒大幼稚園というところを建て替えたり、また南こども園、それから高山こども園というのをですね、新しく開設する予定です。それから高山スーパースクールゾーン構想といいまして、生駒北小学校、それから北中学校を統合してですね、新設の小中一貫校を平成29年度に開設する予定にしています。このようにですね、安心して子どもを産み育てられる、そういう環境を整えまして、子育て世代がですね、魅力を感じられるような、そんな街にしていきたいなと思っています。本当に充実の子育て施策で安心ですね。ありがとうございます。ではスポーツの施策についてはどうでしょうか。スポーツもですね、今回ですね、いろいろな予算を盛り込んでまして、北部スポーツタウン構想といいまして、高山町にございます山陽スポーツセンターを市の方で購入しましてですね、人工芝のグラウンドやテニスコート、そういったものを整備してですね、平成27年1月にですね、オープンしたいと思っています。さまざまな年代とかレベルに対応できるような、そういうそのスポーツのメニューも提供してですね、市民の皆さんにですね、気軽にスポーツに触れ合ってほしいな、そんなふうに思ってます。それからですね、最近奈良県でもですね、バンビシャス奈良さんとか、そういうそのプロのチームができつつございますけれども、そういうところをお招きしてですね、市民とプロがですね、触れ合えるような、そんな企画もですね、打ち出していきたいなと思ってます。ますますスポーツ環境が整いますね。